こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日はオリンパスのオールドレンズ随光 35-70mmF3.6 を紹介します。開放 F 値が一般的に F3.5 というのが多い中で F3.6 というのがちょっと面白いレンズです。ハードオフのお正月セールで買ってきたレンズで550円の 10% 引き、495円で買ってくることができました。35-70mm の2倍ズームで開放 F 値が F3.6 という割にはかなり大きくて迫力があるレンズです。ワイドターンの 35mm でこの状態、一番長くなるレンズで、テレタンの 70mm にすると一番短くなる動きになります。オリンパスの随光レンズはジャンクコーナーでもたまに見かけるんですが、私にとっては結構レアな存在なので安い値段で見つけることができてよかったです。ただし550円のレンズですので程度がいいレンズというわけにはいかなくて、買うときはギリギリ分解清掃しなくても使えるレンズかなと思って買ってみたわけだったんですが、タイトルでわかる通り結局分解清掃する羽目になりました。まずは分解清掃する前の作例を見ていきたいと思います。お正月1月3日に今年最初の撮影で小田急江ノ島線を撮影してきました。巡航でワイドターンの 35mm 絞り F8 の作例ですが、かなり綺麗に写っています。巡航方向を見るとこれなら分解しなくても大丈夫かなと思う写りでした。反対を向いて撮影してみるとやや反射するなといった感じでしたが、なるべく分解はやりたくないのでこのまま動画で紹介するかどうかかなり悩んでいました。同じ日に東急田園都市線南町田駅近くに移動して富士山を背景に撮影しました。テレタン 70mm で絞りは F8、 悪くはないんですよね。これでも十分綺麗かなと思っていました。同じ場所からワイドターン 35mm 下りの東急5000系電車、私の場合ジャンクレンズを買ってくるとあるあるなんですが、分解するかしないかで迷ってしまう中途半端な写りでした。結局分解を決心したのはこの作例でした。半逆光方向で絞りは開放です。少しレンズに光が当たる角度で撮影してみたところこの状態です。この写りでは厳しいですね。買った状態で綺麗に撮影できるようだったらそのまま紹介しようかなと思っていたんですが、結構写りに影響が出ている感じがしましたので分解清掃をやっていくことにします。清掃する前の状態を見てみるとこんな感じです。後ろ玉側曇りが見えてますね。前玉側から見てみます。するとこんな感じ。前玉は綺麗に見えるんですが、中玉後ろ玉にカビや曇りが見えている感じがします。分解清掃してどこまで綺麗になるかチャレンジしてみます。まずは前玉側、名板のこの部分にカニ目を刺す穴が見えていますので、ここから分解を始めてみます。幅を揃えてきましたので回してみます。力を少しずつ、かけていって、はい、回りました。名板だけ取れるかと思ったら前玉ユニットごと取れてきました。はい、こんな感じで前玉ユニットを取り外しすることができました。前玉ユニットは比較的綺麗なんですが、ここにポツンとカビが見えているのでこのカビは取り除いておきます。もうちょっと分解が必要そうですね。さらに奥にカビが見えているのでここのカニ目で分解できるかやってみます。前玉側からユニットレンズとレンズを2枚外しましたが、これ以上前玉側から攻めるのは難しそうなので、あとは後ろ玉側から攻めてみます。絞りバネの動きはこんな感じになります。動きはスムーズです。ネジを外しました。ここの黒いパーツを後ろ、おっと取れた。はい、こんな感じで取れました。で、後ろ玉から分解するときは絞りリングですね、ここカチカチするようになってると思うんですが、この玉をなくすのが嫌なのでなるべくこの絞り機構に触れないように分解していきたいです。はい、このパーツも取り外しできます。はい、この後ろ玉を取り外しすることができました。こちらが下で、こちらが内側というか上側になります。向きが分からなくならないように置いておきます。
ということで簡単に分解できる範囲でバラしてみました。これ以上やろうとするとちょっと難易度が上がりそうなので、この辺でやめておいて掃除をしてみます。上の3枚が前玉ユニットで、これが後ろ玉になります。でどれが一番汚れているかというと、この後ろ玉ですね。この多分ユニットだと思いますが、このレンズが一番汚れているような感じがします。今回も100均で買ってきた中性洗剤と仕上げに消毒用エタノールを使っていきます。まあ、消毒用じゃなくて無水の方がいいのかもしれないんですが、個人的には消毒用エタノールが扱いやすくて好きです。ちょっと見えにくいと思うんですが、後ろ玉ユニットのこの内側に曇りというか汚れがたくさんついているので、ここを中心に掃除していきます。後ろ玉の一番汚れていたレンズを掃除してみました。かなり綺麗になったような感じがします。これは撮影してみるのが楽しみな感じです。ということで元通り組み上げてみました。自己評価としては70点といったところでしょうか。曇りはだいぶ取り除けたんじゃないかなと思います。後ろから見るとこんな感じ。完璧とはいかないですね。掃除してる途中ではかなり綺麗に掃除できてるかなと思っていたんですが、組み上げてから見てみると意外と曇りが残ってしまったなといった感じです。それでは分解前と後の作例を比べてみましょう。先ほど分解を決心した作例と同じ場所に行って同じ条件で撮影してきました。掃除しきれなかったかなと不安だったんですが、これを見ると大丈夫そうですね。十分綺麗にすることができました。順光方向でも映してみます。どちらも絞りは開放の F3.6 です。これを見るとやっぱり順光方向でも全然違いますね。掃除した後の作例は色が濃くなって空の色が綺麗です。コントラストが高いシャープな写りになりました。頑張って分解した回があります。私随光レンズこれで3本目になりまして、今回買ってきた 35-70mm の他に望遠の 75-150mm と単焦点の 50mm を持っています。随光レンズでフルラインナップ揃えることができてよかったです。この2本のレンズもまだ紹介動画を作っていないので、そのうち使ってあげたいです。スペックを確認しながらレンズを眺めてみます。フィルター径は 55mm ですが、名板が細くて前玉が大きいのでかなりかっこいい迫力があるレンズに見えます。いい感じです。マウントを見てみましょう。マウントはオリンパスの OM マウント、 OM システムのレンズになります。でこのレンズ、レンズ構成は普通のマニュアルフォーカスレンズで、一番前にピントリングがあって、真ん中にズームリング、そして一番マウント側に絞りリングがある作りになっています。最小絞りは F22 です。絞りバネを見てみましょう。レバーを動かしてあげて、絞りを絞るとこんな感じ。絞りバネの枚数は8枚です。5枚、6枚、7枚ではなく8枚ありますので、そこそこ豪華なレンズです。重量は 400g あります。2倍ズームのレンズとしては結構重さがあるかなといった感じです。最短撮影距離は80センチです。このレンズが登場した時代を考えるとまずまずのスペックといったところです。作例はソニーのフルサイズミラーレス α7 で撮影してきましたので、レンズを装着してみます。まずは OM マウントを NEX マウントに変換するマウントアダプターにつけてあげて、このセットをミラーレスに装着します。こんな感じになります。あとは普通にマニュアルフォーカスレンズとして撮影します。絞りを決めて、ズーム位置を決めて、ピント合わせたらシャッターを切ります。作例を出します。東急田園都市線東急6000系電車で、ワイドターン 35mm 絞り開放 F3.6 です。光量値を狙って撮影しています。左より右側の光量値が大きい感じがします。開放でも十分使えそうな綺麗な写りです。線路に近づいて東京メトロ08系、ワイドターン 35mm F8 まで絞って撮影しました。光量値はほぼなくなっていますが、開放の時と同じで右側の光量値が大きいように見えます。電車の車体を見るとシャープさが増してすごくいい感じです。絞り開放 F3.6 と F8 の作例を比較します。左が F3.6、右が F8 です。開放でもシャープかなと思いましたが、見比べてみると開放はぼんやりした感じがします。絞るとシャープさが増します。
ちなみに同じ形の電車ですが、左が東武5万系、右が東武5万50系です。東京メトロの新型車両1万8000系、半逆行方向でワイドターン35ミリ、絞り開放です。いつものにじみチェックをやってみます。拡大するとこんな感じです。結構にじみは出てくるレンズのようです。特にワイドターン35ミリだと激しくにじむ傾向がありました。分解前の作例なんですが、テレタン70ミリで F3.6 と F8 を比較してみます。F8 まで絞るとにじみが解消されていることがわかります。このレンズは絞ってあげると大幅に写りが改善するレンズのようです。オリンパスボディで撮影したくて、フォーサーズ一眼レフ E410 で撮影しました。焦点距離2倍の 140mm 相当なんですが、久しぶりにフォーサーズ一眼レフで撮影したら撮影が難しくて失敗作例を量産してしまいました。フォーサーズというか、E410 はファインダーが小さくて、マニュアルフォーカスレンズと合わせるとピント合わせが難しいです。公園で玉ぼけを出して撮影しました。夕方ホワイトバランス日陰で撮影しています。夕日に向かって逆光で撮影していますが、掃除したおかげで反射が入らなくなってしっかり撮影することができました。順光方向で玉ぼけを出してみました。玉ぼけはしっかりはっきり出てくれるので楽しいです。このレンズは分解を躊躇して分解する前にいろいろ撮影していたので、掃除した後は作例が少なくて慌てて撮影に出かけてきました。夕日を狙って東急の長津田車両基地に行ってきました。ワイドターン、テレタンで画角を比較します。左がワイドターン 35mm、 右がテレタン 70mm です。ワイドターンの方では珍しくゴーストが入りましたが、太陽に向けて撮影してもゴーストが出にくいいいレンズでした。車庫に止まっていた東急東横線の5050系電車、光の反射が綺麗です。左は重量編成の5050系4000番台です。いよいよ残り2編成となってしまった東急8500系、赤帯の車両はこれで最後でしょうか。近いうちに見れなくなりそうです。テレタン 70mm で夕日を撮影しました。肉眼で見ると輪郭が反射してもう少し大きく見えていた夕日ですが、 70mm ではこの大きさでいっぱいです。動画の作例です。カメラボディは引き続きソニー α7 フル HD60fps で撮影しています。カメラの焦点距離は 70mm、 絞り F8 で撮影しています。この場所は線路がたくさんあって次々電車がやってきます。夕方の撮影も綺麗でいいんですが、朝や午前中は巡行になるので丹沢の山がよく見える場所です。朝とか夕方は車庫からたくさん電車が出てきますので見ていて楽しいです。いつもの撮影場所に移動して午前中巡行の作例です。焦点距離 70mm、 絞りは F11 です。東京メトロの08系電車がやってきました。動画で撮影しても非常に綺麗に写ってくれました。上りは東武の5050系。随行ってレンズの名前がかっこいいですよね。随行の名前の由来はオリンパス黎明期のレンズ研究部門である瑞穂工学研究所の省略形ということです。ということでオリンパス随行 35-70mm 使ってみました。今まで分解清掃動画といえばニッコールレンズばっかりやってきたんですが、今回随行レンズもかなり写りが改善されることが分かりましたので、今後は随行レンズの分解清掃動画もやっていきたいなと思っています。最後まで見てくれてありがとうございました。今後も面白いジャンクレンズを見つけてレビュー動画を作っていきます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。